日。3人でやっていきますか。やっていきましょうか。ケリージ君と、はい、ゆうた君と、はい、ノエルさんでね、ね、そうそうそう、3人しかいないんだ今日は。3人でやるんで、はい、もうドアップ、まあ、一瞬ドアップ。そう、3人でやるんで、はい、まあお気になさらず。そうですね、なんかね、背景的な、うん、何もやってないです。3人で今日やってくる。何にもやってないです。そうそうそう、今日からスタジオの料理人になったよね。なんかね、ちょっと突っ込んであげて、みんな、はい、実はね、あのもう10分ぐらい前からさ、ずっと一人で僕を見てんの。そうよ、そんなに触れたりしないんですけどね。はい、検査始まってる。ああ、まあ、全然始まってないです。始まってないか。まだ大丈夫、はい、しかも結構うまいねんな、これな。そうなんです、なんかプロやから、プロ。いや、めっちゃうまいの、俺ね、なんかめっちゃ薄くこう、ずっと見てるんだけど。そうそうそう、放送終わる頃には向ける、終わるかなみたいな。あ、そういう、すごくない？その薄さ。やっぱ、本当やったんよね、料理できるの。エセじゃなかったんや。エセじゃない。エセじゃなかった。エセじゃなかった。エセじゃない。カツラムキって言うんだ、これ。カツラムキ。カツラムキって言うの、これ。カツラムキ、そうそう。おー、知ってる人は知ってるよ。普通に料理する中でそんなことする？わからん。俺あんま分からんけど、料理。もうガチのやつじゃないですか、なんかもう飾り的な。ああ、あ、そういうこと。あれ違う。あ、飾りもそうできるんですね。ゆうやさん普段から料理するんですよ。普段は店でしかしないですね。家じゃあんまり。あ、そうなんですか。誰かが食べてくれれば作ります。へえ。料理できる人かっこいいよね。かっこいいですね、うん、料理人やってるんだよ、ゆうやくん。すごいよね。今も昼だっけ。昼、はい、今もお昼してるんだっけ。今もやってます。ね、すごいよね。すごいですね、二刀流じゃないですか。二刀流、大谷くん。うん、うまい、うまい。うまい、うまい。いや、得意料理は。得意料理、あー、そうなのな。ですね、煮物。煮物系。あ、煮物。もう何でも得意です。なんか、お菓子とか作れないんですね。あ、なんかそういう、あ、女子っぽい感じ。女子っぽい感じで、はい、もうやりますね、全然。チーズケーキとか全然。すげー、はい、器用なんですね、じゃあもともと。そんなの子的にはでも嫌なんじゃないですか、なんかもう。あ、って言いますね。結構ね。そう。じゃあもう次回の放送、次なんか作ってきてもらっていいですか。あ、いいっすね。いや、そこまでは。でも悪い頃にちょうど多分なんかね、出来上がってるんじゃないですか。全然。多分なんかまだ向いてるだけです。どう拾おうか迷ったけど、全然思いつかんかった。何喋って。俺も喋っちゃった。いや、どうなんだろう、でも女の子生活するとさ、ちょっと下手なぐらいがちょうどいいんだよね。なんかうますぎてもさ、なんか逆になんか、はい、女の子がリードしてあげて、ね、うん、なんかちょっとお互い失敗しちゃうぐらいがちょうどよくない。あ、そうですね、うん、ちょっとみたいな。完璧すぎてもね、ね、うん、ボーリングとか言ってもさ、あ、ストライクめちゃめちゃ取るやつでもさ、そう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 、3回に1回ぐらいストライク取るやつの方が盛り上がる、ね、楽しいやん、うん、ストライク出た時の喜びの重さが、はい、当たり前のようにみたいなやつ俺嫌いやな。人って当たり前ですけどみたいな。スコア100ちょいぐらいの人たち。ちょうどいい。俺も100ちょいぐらいだから。あ、まあ、一番盛り上がるぐらいですかね、はい、あれぐらい。そんなもんやる、多分料理もな。 そんな好きすぎたらな、もう。そうそう、女の子料理作れんで。そうね。やっぱ昔はもう男が稼いでね、あの嫁が料理作って、そう、主婦、ね、主婦的な感じで。それがなんかあるから。ゆうやさん逆狙ってます、もしかして。え、逆にゆうやさんが女の子に稼いでもらって料理しようかなみたいな。いやいやいや、もうなんもない。主婦の負の感じが違うよ、多分ね。夫の方やな。あ、いやいや、もうやりますよ、ずっと生涯料理人を。かっこいい。まあでも料理人かっこいいんでもね、料理できるのは、うん、料理人は一生修行って言いますからね、もうね。ああ、そうなんですね。頼りがいがあるな、そんな、うん、あ、羨ましいわ、あんなん絶対できるんだ。料理なんか作ったことない。カップラーメンしか作れるもんだ。カップラーメン
お湯も沸かせへんからもすごいな。あ、自炊だって電気ケトル買ってもうそれ3000ぐらいで売ってるからあ、すごい、でももうすぐ終わりそう、なんかあ、もう終わるんすええー、意外と早いですね。それ終わったら帰るあらしたーすごい、帰る帰っちゃうやることやったしやろうかな次、人参買ってこようかでも、ほんとにすごい、でもね終わったな、すごいですね、なんか薄さが、あ、ねこれなんか時がいいよね、やっぱね、うん、特技がないからさ、あ、マジで。で、趣味は？どういうかね、モノマネじゃなかった。ボーリング強いって言ってなかった？あ、ボーリングぐらいですね。最近でも行ってないから、はい、多分できないですね、でも最近。そんな上手かったらなんかボーリング行こうって言いたくないもんな、俺。うん。いやでも最近はね、やってないんで多分変わらないです。多分。マジっすか？ちょいで。いやだって200余裕いいんだから言ってたやん。言ってましたやん。まああの時はね、なんか言ってましたね、はい、調子乗ってね。調子乗ってたんすか言ってましたよ。調子乗ってたのか。女の子って基本なんかちょっと下手なイメージだから、うん、ちょっと下手で一緒に、ね、ストレートの喜び分かっちゃうぐらいがちょっと、ね、間違いないですね。そう。楽しむ分には、そっちの方が楽しいです。そうそうそう、慣れ方教えたりね。ゆうた、昨日バッティングセンターいなかったって。あら、いました。バレた、はい、バレてる。そう。この間ね、ニコ生見てますって人来た。マジっすよ。やめるのって。いや、初回で初回で。おー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 。いや、俺も今月やめるから初回ついてないんだけど、はい、ずっと初回ついてないから、まあ、自分のところか、まあ、ヘルプするかなんか知ってんだけどさ、はい、まで呼ばれて、はい、なんで俺なんですかって言ったら、いつもニコ生見てますみたいな。うわぇー。まあ、別に今ね、そうなんだ、まあ、嬉しいけど、まあ、でも指名にならなかったら意味ないけど言ってしまえばリアルなんですよ。でも嬉しいですよね。まあ、嬉しいですよね。見てくれてるっていうのは嬉しいですよね。うん、見てますって言って、めっちゃ嬉しかった。なんか、うん、湘南から来た人だったんだけど。おー、はいはいはい。そう、割と遠目からね。ね、だからめっちゃ嬉しくて、うん、それ言いたかった、言いたかった。だから多分あの人も絶対店来てる人とかじゃないですかね。どうなんですかね。来てくれるかも。あ、ね、左打席が空いてなかったからもう帰ったんですけど。あれ、左なんですか。左打ちなんですけど、左打席がバッティングセンター2カ所しかなくて、あ、で、まあどっちも待ってても、ね、もういっかみたいな感じで。バッティングセンターって左打ち少ないよね。ね、はい、少ない、ほんと少ないですよ、そこ。どこもそうだけど、今もう100の左打ちの人の方が多いぐらいね。そうなの、まあ、昔は多分右打ちが多かったから、右打席多いんですかね、うん、投げるのは絶対右が多いよね。あ、右がやっぱ多いですね。打つのって俺全然あんま変わんないイメージだね。うん、もう半々ぐらいみたいな。え、でもみんなピッチングどれぐらいいくんですか。何キロぐらいいくんですか。2万飛んで5ぐらい。え、マッハ、この先生、2万飛んで5、この先生や、マッハ。俺ももう絶対投げれないと思うマッハ。今の回収は早かったからすごいですね基本的にそういう時、あの数字系言われたらもう言った方が2万飛んでこうってあ、もう決めてるんです2万飛んでこう使おう、今度から指名本数何本ですか。2万飛んでこうぐらい。おー売り上げは売り上げも2万飛んでこう。少な少ないちょっと少ない少な指名本数2万、売り上げ2万飛んでこう。1人1円2万飛んでこのあれが1円やろでもなんかいいよね、ああいう看板とかに飾りたいもんね。あ、そうですね。もうどん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 ね、やっぱ人変わっていって、もう消化系とかいっぱいしてるから、みんな、うん、そうよ、もうワンバンブで言うと、マジでノエルさん、もうやめちゃうよねって、ほらやめちゃう、寂しいな。いや、これやめるやめる営業じゃないですか、もしかして。どうなるんです、もしかして。何よ、この後は。この後、うん、完成完成。またどこかの番組で出てくるかもね、はい、うん、あ、復活復活祭、ここには出らんけど、バスターするから、うん、まあそのお店の、まあ何、うん、番組とか、はい、ある退任マジで待ってるんです。まあそんな感じ、ね、待ってますよ、はい、寂しい。絶対いかん、絶対いかんけどね。ああ、できました。お、え、できました。なんかすごい、何やろこれ。これは今から妻を作ろうかな。妻、あの、刺身の後ろのやつ。そう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 。え、刺身の後ろのやつってそんなにうざいん。そうそう。すげえ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 。え、すごいよ。すごい、トン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 、うるさい、もうトン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 。え、それ今トントンしてるだけやろ、今トントンしてるだけ。トントンしてるだけやろ。切ってないやろ、トントンしてるだけやろ。あ、トントンしてるだけ。トントンしてるだけ。そう、女子よりすごいやん。トントンしてるだけ営業。トントンしてる営業。すごいね。これだけですごい言うてね、もうこれだけですごいって言われるの嬉しいな。はい、スマートフォンで作るんだ。そうですね、これだと水で触らせたら。すげえな。刺身の後ろのあんなんでそんな苦労してるんだ。そうそうそう、刺身の後ろのやつ一回も食べたことないけど、あれうまいですよね。でもうまいです、うまいです、うまいです。俺
俺もあれ絶対食べる。食べますよね、醤油つけて。よかった、今日大根買ってきて。それ切ったのはいいけど、その後どうするんですか。食べるんですか。今もうスタッフが美味しくいただいて。スタッフ任せ。スタッフのフラッシュが、あの米印で。そう考えたらお食事とか大変なんだね、やっぱり、ね、これでも修行とかすごいんじゃないですか。最初もうこれひたすらやるみたいな。いや、ね、最初は包丁も持たせてくれなかったんですね。じゃあもうすごい結構やってる証拠だね。そうですね。だから洋食とかでさ、なんかあの、なんていうか、ソース系でさ、こうデコレーションするイメージがある。あー、わかるわかる。和食ってこういうなんか技術系多いよね。だから多分少ないんだろうけど。そうですよね、うん。だね、つば一つでこんなぶつかったらもうやる気なくすわ。そこ間違いない。よかった、料理人って分かってもらえて。そうね、だいぶ、だいぶポイント高いですよね。でも俺絶対嘘だと思ってるからさ、話持ってるわーって感じ、うん、結構喋ってる感じのほほんちゃうから、はいはい、そうですね、なんかね普通に料理、なんかね、はい、ちょっとできますぐらい。いや、でもフグは多分さばけないんじゃないですか。次フグ持ってくる。多分次フグ持ってくる。包丁の切れ味やばいな。これはモンハンで言うと白やろ。あれもうマックス白やろそれ。モンハン黄色、黄色、え、マックス白じゃない。マックス白で白だよね。ちょっと切れ味悪いのは黄色でしたっけ。黄色とかなんか赤とか、この間山手線ゲームで、はい、包丁の名前でやったんですよ。やったら難しすぎ。そう、みんな普通に薄刃包丁とか言ったら、え、何それ知らねえみたいになって怒られた。反則でしょ、反則。先輩に怒られた。それはそうですよ。すごい反則でしょ。心地よいトントンね、これ。いいな、やっぱ。あれですね。もう、もこみちに言うよりはね、トントンできるかなって。いいや、もこみちなんて、敵じゃないでしょ。いい楽勝でしょ、もう。楽勝。あれ、舐めてるでしょ、もう。ぐらいの感覚でしょ、もう。舐めてる、舐めてる。やっぱそうなんだ。全然余裕やんな。あ、でも、もこみちくんは結構、かっこいいなと思いますね。あと本出せるのが羨ましい。研究してるでしょ、だってあれ自分で。でもたまにもこみち真似するよ、あえて上からこうやって。あーあれはまあ定番で。これはまあ多い。安定だな。じゃあ後でスタッフがいただきます。これはありがとう。ありがとうございます。じゃあその大根を全部捨てましょう。はい、違う、捨てちゃう。え、捨てんのそれ。いや、スタッフがいただきます。あ、オリーブオイルかけてスタッフが捨てると。うん、捨てようよ、そんなもん。ここまでの時間と苦労。演出やろ、それ多分。あ、そこれね、やっぱ食べるやからもね。食べん、食べん、いろいろ。ホストやってるわ、もう。誰が営業前に妻くん。誰が妻くん。妻あげる営業。妻あるよ。あ、でも包丁すごい、なんかプロが使ってそうな包丁や。これ高いです、10万すもん。え、そんなするんすよ。万切れ味いいわけや、それ。本焼き、北端仕様。おお、それはもう誰がやっても切れるわ。それはめっちゃ切れるわ。それはだってもう逆に素人でも切れそうじゃないですか。刀と同じ使い方なんですよ、これ、それやったら俺でもできるわ、それ。それは反則ですよね。反則ですね、もう。カツラ向きやろ。できるできる、0.2 ミリですわ、はい。0.2 ミリそろそろニコ生始まる、ね、切り終わったということで。そろそろ始まろうかな、うん。もうちょいじゃないですか。もしもし。まだ、ね、後から始まってないですからね。後から誰か来るから。そう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 。はい、料理教えてほしいもん、ほんとに。あのフライパンこうしたい。最近ね、家でやってチャーハン作ってる。最近ちょっとあれできたらちょっと、はい、やりたい感ありますよね。こうしてでも、はい、できますかんだ。パサーってね、ご飯全部全部ハムダメです。普通にレンチンのご飯買ったもん、ね、結局レンチンご飯買ってやってたけど。今ね、葵の店長が来てちょっともう緊張して喋れなくなっちゃったんですけど、はい。店長さんですか。はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。ゆうやです。どうしたどうした。見に来てくれた、ゆうやの。そうですね。一番近くで見てくれる。優しいですね。はい、優しい。ゆうたさん、ちょっと白くなりました。白くなりました。あ、でも、どうなんですかね。作れる。まあ、今日天気でそんな良くないから、多分。あ、天気によって日によって変わる感じですか。いつもよりかは。大丈夫、10月ぐらいまで海行くから。夏10月まで終わんないから。ちょっと寒いけど。ぐらいまでも半袖半端やから。全然いける。俺、中学校の時に一年中半袖、
半袖の先生おったんやけど。あ、先生です。めちゃめちゃ暑がりですね。生活指導の先生なんやけど、毎朝絶対体育や、毎朝7時ぐらいで絶対遅刻する校門の前に半袖のシャツ着て立ってんの。すごいから笑うしかない、それ見たら。それで怒られてもなんか10月も全然余裕。それ子供は別に普通やけど、大人からしたらこの人は変な人やな。全然もう田舎やし山ん中だったから草寒いんだけど、全然半袖でおはようっつって言ってしまうから。元気なね。10月全然余裕。なるほどね、はい、10月まではまだ焼けます。じゃあね、CM 隊長、隊長、隊長行こうか。じゃあ CM どうぞ。あ、できる、できる、エセできる人。それで電車とかのエセできる、エリートですよね。エセできる人、エセ金持ちですけど、エセできる人。エセ感やばいっすね。こうやってめっちゃ怖いっすよ、さ、エセできる。コメント2、3個拾えばめっちゃメイン MC みたいな感じや、これ間違いないっす。まあまあまあ、おい、いっぱいコメント、でもね、ほぼ WWW ばっかだね、コメントが。みんなめっちゃ笑ってるよ。俺この WWW ってその意味が最近やっと分かったんですよ。今まで分かんなくて。じゃあこの8888とか、そういう、なんか分かんない。一番分からん、あれなんだ。拍手、拍手、あ、これ拍手なんですね。あ、なるほど。あ、パチパチパチってこと、はい、めんどくさ。でもその無限にしたら分かるんですよ、無限にした方が。絶対ギャルやな、あの人。ノイルさん、そういうことなんだ。ノイルは料理できないよ。勉強中だから今。パッド先生がね。あー、クックパッド見れば料理できますよね。でもなんかあれ、有料会員ならんと人気のやつ見れんやろ。でもあ、そうなんすよ。そうなんすね。そんなんだ。あ、確かに。せえ、マジで。ちゃっかり金取られるからうざい、マジで。カップラーメン。あ、カップラーメンも神だね。カップラーメン、あれバカにしてるけどうまいっすよね。黄金の硬さない。汁ちょい少なめやから、俺。ちょっと濃いめに作るみたいな。ちょい少なめ。こだわりがある。あ、ちょっとあの濃くするみたいな、うん、こってりに、ね、あの線までってあるやん、はい、そのままでちょっとしゃべ、時間2分ぐらい、うん、あ、ちょっと固めこだわりがね、固めでね、ちょっとやる、うん、あおり柔らかはっすね、まあ、自分でじゃあこってり固めってもうカップラーメンにも入れてる。全然やる。でもそんな食わないけど、あんまカップラーメンは。そうなんすね。なんか体が悪いって聞くから、うん、悪い、健康志向にしてる最近。そうなんですよ。若いのに弁当とカップラーメンとか、うん、あるいはなんか防腐剤かなんか入ってるから体悪いんだって。やっぱ悪いんや、ほんまに。たまに食うけど、最近だからね、本当にマジ料理し作るのしてる。うらやましい。うらやましいね。野菜買ってくから、野菜買ってきてください。めっちゃドヤ顔じゃないですか。あれ、最近あれしだした、あの、これ、これ包丁切れてるんですよ。あ、はいはい、左手はそれだけ。猫の手ですね。猫の手ですね。わかんない。今までさ、その猫の手が怖かったから普通にこう持ってたの。危ない危ない危ない。そしたら、ちょっと料理できる人風にやろうかなと思って、うん、さっき押してる。特に何も意味ないから。あ、でもこの間、こう切った。フグ捌くとき。はい、この間フグ切ったんすか。この間フグ捌くとき切っちゃって、爪が普通こう丸いじゃない。だけど、はい、ここがスーンってこう落ちちゃう。爪ごと。うわ、でもだいぶ、だいぶ大変になってきたけど。めっちゃオシャレやん。痛い。めっちゃ血出た。痛いけども、最新のネイルちゃうん。最新のネイルちゃうん。違う、とりあえず、でもとりあえず血まみれの中、手袋とりあえず三重にして、また普通に服さばき始める。あ、そうなの。浅い目入りの先落としとかやつやね。体を傷つけてまで。違う。あ、自ら追い込んでるとかじゃなくて、爪先の方を落とすことによって、なんか立体感出るみたいな。あ、そんな能力ない。そんな能力者じゃない。違うんだ。うん、違う。でもね、最近でもネイル男子めっちゃ増えてるよ。そうなの。あれがどうやもや。爪
削る人は多いですけど、ネイルやってる人もいるんですよ。全然いる。最近なんかそう、なんか料理するのに手荒れてきたけど、爪マジでセンスとか特にそうだけど、まあ、ネイルしてる人多い。意識高いな。社長がそうだから、なんかネイルしてる、なんか金とか銀とかの、金とか銀のネイル。そう、なんかシルバー、何ゴローズ風みたいな感じ。でもなんかね、ネイルしたら爪薄くなるって言うから、迷ってんだよね、今。削るからね。男が、ね、そネイルして爪伸ばしたら、いざの時、いざ。爪伸ばしたらせん。あの、ね、お、いざの時。爪めっちゃ見せるする。はい。いざ。何いざの時。いざの時。あの百郎の子違う。いざ、ね、女の子は関係ないとして。女の子の。あ、だからか、爪短くしてるの。違う。いざね。だからいざ。最近いざという時あったね、百郎の子。この前でもまたね、ゆうやさんに会いましたね。あった。おお。ディスタンスかっこいいんすよ。ディスタンス T シャツっていうのがあって、すげえ。ディスタンス書いたの、後ろに。もうすぐ分かった、リュウジ君。わっ、わっ、もうこんな感じ、ほんとに。もう T シャツの柄はこんな感じ。あ、そう。でもディスタンス書いたの。へぇ、で、この前、あの、周年やったんですよ。あれ、先輩と言ったの。先輩です、あれは。あー、おしゃれ。そう。先輩もディスタンスの T シャツ着て。へぇ、かっこいいな。周年のイベントで。すごい、かっこいい。RT 先生やっぱある。あ、いいですね。いや、ないっす、ないっす。今日ちゃんとあんねんな、今日。RT、RT が欲しい。お店で揃えたら、なんか、あれ、スーツとかもありましたもんね。スーツもある。スーツもあるんですよ。スーツ、え、いなかったっけ、そんな。あ、多分いなかったんじゃないですか。2ヶ月前ぐらい。でもいなくなっちゃうから、そのスーツとかどうなっちゃうの？え、店に寄付。寄付するんだ。あれ、しかも自前っすよね。そうだ、あれ。え、それじゃあもう記念にと、記念って言うかも。10万近くする、あれ。今日ちょうど土日月今ショータイムあるんだけど、はい、ショータイム、それショータイム使うのはね、あの去年の、去年の夏か、先月でちょうど2周年だったんだけど、はい、1周年イベントでね、そう、センスのポロシャツ作ってんで、それ今ショータイム、いいショータイム使ってるんだけど、フジテレビっぽい、後ろがこんなやつ、24時間ポロシャツ、センス東京、かわいいですね、前、坂井優志っつって、優志さんがデザインしたんだけど、ここにね、まあ、前シンプルなんだけど、こういう、はい、ここにね、まあ、真っ黄色の中、ここに唇マークがあるんで、あー、あーもうちょっとつけちゃって、恋はもう20世紀少年みたいな、まあ、この唇は、まあ、百郎の子なんだけど、百郎で出会った子なんだけど、はい、この唇マジで、あれですか、あれ、ダメじゃない、ちょっと複雑じゃないっす、複雑、あらあら、もう全然違うから、あれだけど、バチバチするよ、それ爆弾まあ、でもこうやってなんかお店だけが、医療ボマーがやめるから、やめるから、でもやりたい方だよ、やりたい方だよ、関係ねえよ、サンジ君と一緒、もやめるで最後にもうめちゃくちゃしてきたから一緒一緒、もうサンジ君と一緒、ボマー受けるだから結構、お店ってなんかこんなの作ったりしてないんだ、あんまりあんまりね、しないです。イベント系ってさ、なんか変にみんなでなんか、じゃあなんか、服装決めて各自で用意するよりもお店がパーってこうやって作る方がなんか楽なのかな。そうですね、みんな統一感だし、イベントっぽいし、これとあと、T シャツもある、はい、センス T シャツもあるぐらいかな。あとなんか、ロタリオのネックレスとかも、はい、店の従業員みんなで色がみんなでお揃いにして、それにこだわってるんですね。そんな仲良さそうなのに、のりくんいじめられて辞める。そう、あー、マジやろ、そんな仲良さそうなのにな。あ、虐待です。方言撲滅運動始まってるから方言使うと全員殺されてるから俺最後で生き残りだけど、だから殺される前に辞めようかなと思って。いいんですか、逃げて。やられる前に死んじゃうからやめて、マジで、ほんとに、R 大丈夫だから、ほんとにマジでいじめたらそんなんじゃないからね。平和よ、平和。いじめられるように見える、俺。R はね、もういじめとかないから退入待ってるんで、方言バシバシ使ってもらって。ほんと、何の勧誘、毎週勧誘するから、全然普通だよ、普通にやめるんだよ。時もありますよね。そう、ホストじゃなくなるから、俺もやりたい方だよ。どうなるのかな。また毎日100ロイコール。また。怖いから100ロイもできんよ。でも、でもリュウジ君になった時、女の子の顔見えなかったから全然わかんないんだよね。そう、モザイクだよ、モザイク。結構歩いてるよ、でもね。一回なんか、縦花ビルの前でも、はい、まあ、男の人だったけど歩いてるの。ほんとっす？結構歩いてる。あ、おだっつ。あ、おだっつ。あー、俺あそこら辺結構歩くんですよね。そう。そう。いや。頑張ってるなと思って。あそこら辺はね、テリトリーなんで。テリトリー？歩いちゃうんですよ。飯食い行くの？あえて、あの時間は。あの時間は、キャッチしたり。まあ、そうですね。まあ、キャッチしたり。ああ、会いに行ったり。会いに行ったり。
まあ、やりたい放題やりたい放題ボマーボマーいってんなこれないや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 ノエルさん歌舞伎町に絶対撮ってますよえ何歌舞伎町にありますよね俺、うん歌舞伎町にいるよいる他の店行くだけ、うん、どこだどこだ寂しいけどなそうですねでもあれでしょなんかニコ生自体には多分どかしらの何かの番組に出ると思うから、うんうん、その時になったら奇跡だねそうですね。こういうの見るでしょって言ったら結構他の番組見るでしょ、うんうんうん、わかんないけど、うんうん、なんか関連動画的なさ、ああ YouTube じゃないけど、はい、かる俺ニコ生全然詳しくないからあれだけど、飛んでいったら、あれこいつノエルじゃないって。あれノエルは変えないの名前は多分変えないと思う。ああ、じゃあ探しやすい。そっちの方が、うん、何かしら奇跡ありそうじゃん。うん、あそういえばノエル検索。ノエルで検索そうノエルで検索細々で名前検索できるの知らんああ、できるのあ、ノエルって言ったお、今ここなんだみたいなあ、そうなんだちょっと連絡してみようかなラインでそれが狙いやなのね付け名前が変えるんだね今からまた違う名前で呼ばれるなんかぎこちないからうんまあ、ちょっと違和感ありますもんね今までのお客さんにもなんか俺名前変えたからというのが大変やなだからノエルはノエルのままであ、今までのお客さんも引っ張ってくるってこと？あらあら。うんとね。今までセンス東京に来てるあのお客さんもだから。俺引っ張れてついてくるって感じ？どうするんですかこの空気まで。言わせといてそれは、ね。言わせといてこの空気は。でもこの3店舗に。なあ。わからん。え？嘘でしょ。何が起こるか知ってるからもう。行かねえわ。本当に？行かねえわ。起こるか分からんからねもしかしたらねまあ暇だったら退任ぐらい行くかもしれないけど、うん、そうね、その暇じゃないからうもう俺のお客さんにもうみんなもう行っちゃってもうノエル君と退任来るからみたいな、うん、仲良くしてねみたいな感じで誰が俺知ってる言ってる言ってるでもなんか一人いたって言ってたもんね、うん、言ってたまあ今月中に紹介してじゃん、うん、女の子だけ勝負や勝負とりあえずバシバシするよバチ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 もうもうこんな時間か早いな早いねあと今月はですね10月の今日が13でしょ、うん、え、あと2回じゃんおマジかお盆休みとかあるのお盆休みはね、ないあ、ない、うん、ないんだあ、その、世間的なお盆休みにお盆休みになる、うん、あー、ずれて帰るそうちょっとずれて連休はあるけどうん、うん、でも入っちゃってるんですけど、お盆休み全然余裕入っちゃってる、うん、え休みなの お盆休みはちょうどお盆休みですおそうなんだ、はい、え、じゃあ今お盆休みなんですあ、休みの日に来た、はい、えらお疲れい、ね、いややっぱこの番組好きだからやっぱりはい、9月からはい、9月から MC でーす違いますよそうだから、まああと2回の放送も見てほしいな、うんうん、だからまた来週もお願いしますお願いしますじゃあ、またねお、またね、MC の練習おでもなく黙り込んだことにされ何回目の錯覚だ笑っていたろうさっきまで使い込んだ仮面をやめ落下に紛れ込み死んでしまった純情ましてやんそうなこと溺れて この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました君がいる世界を